将棋将棋の戦法拒否者棒銀棒銀戦法は将棋の戦法の一つ。銀章を棒のようにまっすぐ進めて攻めることからこの名がついた。対拒否者の戦法と対ブリヒ者の戦法がある。英名はクライミングシルバー。非常に歴史の古い戦法であり、一説にはすでに初代名人大橋総慶の将棋に類似の形が見られるという。 総じて速攻性に優れ、1から4筋を絡めると侮れない、破壊力を持つが、狙いが単純で受けの対策を立てやすい。また中盤の裁き合いの後に銀が残ってしまうことが、よくあり、不利を招きやすい。プロの対局でもしばしば現れ、加藤ひ文木村一揆、渡辺明らは、振り飛車に対して、棒銀戦法を得意としている。飛車先の歩を伸ばし、 銀を繰り出す戦法を原子棒銀や単純棒銀と呼ぶ。初心者向きと言われるが、相手の受けを知らないと単純に攻めていっても攻めが簡単に潰されることがあり、低級者であってもとても差しこなせないが、その戦術の狙いを覚えるのには適している。一般的な原子棒銀は、第1から 1R 図のように、飛車先交換型相掛かかりで、先手が引き飛車の形から右銀を進めて、 1> 第1の狙いである、飛車先の突破を図る。図は、後手後四歩に二四歩,歩と合わせた局面で、以下は同歩同銀で突破に成功している。以下三四歩としてもに三銀歩りとし、四四角といった角を活用した反撃には三四、銀なりに二角に二四歩で決まる。ここで23三り銀と突っ込むのは、また四四角で、二七歩同飛に六歩を狙われる。 途中に三銀不成りでなく2三銀なりでは四四角に四なり銀となると、やはり2七歩同比に六歩が間に合う。また三四銀なりのところを三二銀なりでは、同銀で、飛車がなり込むことなどはできず、突破の効果は半減する。第一から一シーズでは、後手54歩に変えて八号飛と飛車を一つ浮いた、局面で、後手の飛車浮きは、上記と同様の進行で三四銀なりにすぐに七歩。 同比に六歩に八比に五比を用意している。したがって、今度は三四銀なりのところは三四、銀不りから二四歩となる。一般的な原子棒銀に対する後手の対策としては、第一からに R 図のように飛車浮飛車にして三四歩を早めについて三三角を用意する。これに、先手が銀を二五まで進めてきたら、今度は、図のように数の受けと銀バサミの要領で対処することが、 できる。図からは3四歩に7銀3三角に6銀、2二銀が受けの形。以下に五銀は8四比に4歩3五歩に3歩正同銀で、先手は攻めきれない。図で、先手7六歩にも2二銀で、3三角なりにも同型が銀に当たる仕組み。3三角マイナス2二銀の局面は公式戦で1、例だけあるが、さすがに2五銀ではなく、 6八銀から持久戦になっている。したがって、原子棒銀側は、第1から2ビット図のように銀を2六にとどめ、今度は一筋を突き合って、棒銀、第2の狙いである橋攻めの観光を狙う。3三角なりに同形もしくは同銀どちらでも、1五歩同歩同銀で、以下は、下記の角があり棒銀と同様の展開に移行することになる。他に公式戦の実戦例として、 1> 第1から3アールズは、昭和56年昇降級リーグ戦、先戸佐工時代、桐谷博人戦において現れた局面で、先手の戸さが、原子防銀を採用。6二銀が早いので、3三角マイナス2二銀ではなく、別の方向に進んでいく。第1から3アールズより6九玉4一玉、6八銀3一玉7九玉5二金六。 六角七四飛四六歩一四歩四五歩四二金右四四歩同歩三六歩で第一から三ビット図。後手に三五歩と疲れて棒銀が立ち往生したかに見えるが、先手は六六角以下四筋の歩を伸ばし、後手の飛車の横利きを止めて三六歩と攻撃を開始する。後手人の縮こまった形に比べ先手陣は伸び伸びし、後手を主勢に追い込んでいる。 その後6、六四歩三五歩六五歩五角四三、金字下一六歩六三銀一五歩五四銀、七七角七六飛一四歩と進む。後手は六四歩以下角を追うが、その間に、先手は端に狙いをつけている。作戦の分かりやすさという意味では、原始中飛車と二分される。単純なようであるが受けを知らないとあっという間に、潰されるのが、原始防銀の怖さである。 戦型が相掛か,かりの時に用いられる棒銀は、飛車先を交換して引き飛車にした後、右銀を382726へ進めて二筋突破を狙いとするが、狙いが単純なために受けも容易。棒銀の変形として、26銀ではなく36銀と進め、後手の陣形を乱す指し方は有力で、1972年頃に宮坂幸雄が公式戦で指し始めたと言われる。 そのため創始者の名前を取って、宮坂流あるいは、u 方銀などと呼ばれることがある。桐山清澄などが得意としている。二から一図は、第66期久住民戦。先手、佐藤康光二冠後手、なめ方正治八段。相掛か,かりから、後手が七四飛と、縦取りを狙い、棒銀作戦に出た。二七銀以下四四角三六銀三三 k 四六歩後、四歩後、八金、六三銀、四七銀、八五比八六歩、八二比八七銀と、銀管への繰り返しを実現した。一方で、後手も、中央の位を張り、腰掛け銀に組み替えられるのを避けている。相掛か,かり、棒銀においては、このように二筋から先行するのでなく、三三桂を敷いて、後手の陣形を限定させ、銀は、その後中央へ組み替えることが多い。形が、 角代わりの場合の棒銀は相手が腰掛け銀の場合に有効な手段とされている。先手の場合、右銀を382726へと進め、一筋を絡めて攻める。ただし、棒銀対策が進化している現在では、刺されることは稀となっている。棒銀側の組み方の手順によって、右島ま車右玉、早繰り銀などが有力な対策。 加藤一文は愛筆者においてこの線形をよく用いる。後手番一手損角代わりに対して、先手が暴銀に出る対策も、一時期よく見られた。第三から一図は1988年度、NHK ハイテレビ将棋トーナメント、先手、羽生義晴五段後手加藤一文九段。第三から一図以下、一四歩一六歩七三銀と後手は早ぐ銀で、対抗する。 将来先手に六六角と打たれた時に八四、甲と打たれる手を消しており、銀の繰り返には六四銀から逆襲する手を見せる。基本的な対棒銀夫人。以下、一五歩同歩同銀同行同行。ここで後手には対別して一六歩と垂らす手と一三歩と、受ける手がある。一三歩と受ける手には一二歩と垂らす手が甲守で、先手がさせる。 本局は16歩と垂らしたが、すぐに終盤に突入し、先手が勝利した。この対局が、中盤までそのまま定石化され、16歩以下は18歩44銀に4歩1、9角に7飛に4歩に4同飛に3銀に,6歩3 5銀に5、6飛35銀に56飛と飛車を回ったとき、後手は、飛車制を受けずに28角なりと指す手順が、後手も指せる定石とされている。 以下五三ひなりに五二保護六竜二九馬に七、五六二玉六八玉などで一局。第三から一図に戻って、一四歩に変えて七三銀とする手も多く刺され、この意味は一五銀と出させて、銀交換を誘い、そこで五四角や四二角と打ち、棒銀を蹴るのが狙いとなっている。四二角は、木村義尾第十四世名人総案の手で、先手の銀が一五にずっといると、 五手の三三の銀が動いた時に角が当たる仕組み。一方で五四角の場合に四歩なら同歩、同銀にに七歩を用意している。したがって五四角に三八角や二六飛と一旦その筋に備えるのが定石手順としてある。第三から四図はその三八角とした時の例で五手はここから四四歩という五四角と連動した受けがある。 4四歩は2一のカツに紐をつけている意味があり、2四歩から同歩同銀と駒を生産した後に、3三金とする手で対抗が可能。以下に8比は2七歩同比同角なり同角、2五比には2四銀に8比に2比6六銀か、もしくは2四歩に8比に2比に6歩4五歩、6六銀などが一つの進行。また4四歩から、先手は6八玉として1四歩を待って2四歩も、 幾度か刺されていた。以下の途中進行で、後手が一四歩を生かして一三桂としてくることを先手誘っており、こうすることで二六飛五六飛二七角の順を狙っている。他に、後手は、第三から四図の後の四四歩に変えて二二銀と、する手もある。これは、以下に四歩同歩同銀に三歩一五銀と、先手を落ち着かせてから、 五手は先に六四銀七五歩と攻める狙いを見ている。二六飛に、五手の王手は二二銀と四四銀の二つの防御手段が考えられる。二二銀には二四歩同歩六六角三三、計二四銀に三歩と進み、次に三三角なりの強手がある。一下同銀は二三銀なり、同金は同銀なりである。四四銀には一旦三六歩と突く。この時に四歩を急ぐと、 三五銀二五飛三三桂二八飛二四歩、同銀二七歩がある。三六歩以下は三五歩で同歩なら同銀として、棒銀側の飛車をいじめる手を狙ってくる。したがって三五歩に二,二四歩同歩同銀二五歩、二八飛三六角三八金六四銀三七、金五四角二五飛などの手が見られる。二八飛でなく二五同飛であると三六角二八。 日に六歩同飛四七角なり三三銀なり二五歩がある。角代わり棒銀は腰掛け銀に有効とされているが、第三から六図はかつて、増田光造が二上達也との一戦で仕掛けを試みたことがある局面。この局面について、イメージと読みの将棋観にでは、後手は六三銀型よりも七三銀型の方が理想としているが、六三銀型でも抵抗力があり、 羽生義晴や藤井武た渡辺明らは先手をもって、全くさす気がない、後手いって損角代わりで生じる八四歩保留型に、比べて、後手陣には一三歩一二歩二二銀の後の六、六角から八四甲の筋や七五桂の攻めも、生じているが、先手がこの筋を狙うのは大抵うまくいかないとしている。そして、実際の腰掛け銀側の手段としては、 第3から7図の陣形のようにして、完全に受け流す戦術も多く指された。第3から7図は1982年度、NHK ハイテレビ将棋トーナメント決勝、先手、青の照一七段後手、中原誠十段戦。先手は、端攻めから、後手陣を完全に破っているが、第3から7図以下、18広く二玉13ひなり以下、 六五かつら四五桂と二つの桂馬が中央に殺到して、後手側が解消。以降はしばらく棒銀側の戦い方は、棒銀側の右飛車先を交換し、二六の銀を三七から四六へと中央に持っていく。刺し方が見られ、さらに角代わりは棒銀から腰掛け銀が主流となっていく。初手から角交換し、防銀と筋違い角を併用して、 相手の二筋を攻める戦法。塚田正夫などが用い、昭和三十年代に流行したが、対応策が出現し、廃れた。矢倉模様から五手が単純棒銀で速攻を目指すのも、あり、谷川工事などが得意としていた。六五歩の突き捨てで角筋を絡め攻める。現在では受け方が確立しているが、上席に明るくない旧位者の将棋では、相アアラと共によく見られる。 初手から七六歩八四歩六八銀三四歩の、倉模様の出だしに対し、後手目六六歩が早くもキロ。古くは後手目は七七銀が主流だったが、中央が薄くなる面があり、後手の矢倉中飛車など中央から動く指し方に、対しては、損と見て六六歩も刺されるようになったので、それを逆用する指し方がある。六歩以下八五歩七七銀と飛車先を、決めてから七二銀と、 原子棒銀にするのがその指し方で、愛矢倉の出だしであるため、千ヤ矢倉の一分野の扱いを受けており、固定玉棒銀と呼ばれることも多い。湯川博士、奇襲大善によると、この棒銀戦術は1980年に、連盟静岡支部新年会で、国持秀樹が編み出した、原子棒銀を指導に来ていた、青野照市に見せたところ、青野は、こんな戦法はダメだとしたが、 少し駒を動かすと考え込んでしまったものであるという。その後、同年5月のテレビ、東京早座し将棋選手権で後、鉄害を持って採用したもので、その時の相手は、谷川康二であった。局面は、第4から1ビット図のように進み、以下3三角なり同計8六歩で8六、同銀は8三歩から、負の連打で6六角があるので、後手に7歩としておき、 同比に8六銀と進む。以下同銀同比8七銀8二比8六歩に2六歩同比4四角7七角に六角以下、先手のミスもあって後手が解消している。受け方の手順は、第4から 1R ズ以下7八金8三銀、7九角8四銀6八角6四歩。先手は角を転換して飛車先を数の受けで受けるが、後手は6筋の歩をついていく。 ここで二六歩などと攻め合いに行くと、以下六五歩同歩九五銀で、九六歩と追い返そうとしても八六歩同歩、同銀同銀九九角なりがある。先手の対処法としてはこの場合、第四から一シーズ以下、先手は五六歩と突き、六五歩同歩九五銀には五五歩と突き出して、同角の時に五八飛と中央を制して受ける。ただし、これでも五手棒銀は構わず八六歩同歩。 同銀と突進し、以下五五比七7銀不で同計八九比なりで確実に先手も受け切るには難がある。ヤクラ先方、アイヤグラにおいても棒銀は非常に重要な位置を占める。通常のヤグラでの棒銀では四八三七に六と進めるのが普通。玉川の端歩は玉の退路を広げるのに非常に重要であるが、ここを安易につくと、 ヤクラギ銀の第一の狙いである橋攻めからのギ銀速攻の餌食となる。付き合ってしまうと、第四から一アールズから一五歩,歩同歩同銀、同行同行一三歩一七五一二銀、一八飛と強襲を受け、敗勢となってしまう。またギ銀側は、第四から二シーズのような早グリ銀の要領で五七に、板銀を四六に繰り出して三五歩とし、 同歩同銀に六銀一五歩を狙う順がある。このため、矢倉がいに端歩を突くなという格言があるほどで、三七に桂馬が跳ねる、角が来るなどで棒銀ができなくなってからでないと、通常は端歩を突けない。またそのため、相手に端を突き越されることが多い。ただし、第四から三図のようなケースもある。これは1998年4月の王座戦予選、先手、 有吉道夫で、深浦光一戦で、先手の矢倉、加藤竜に対し後手が五三銀型で主勢を取ったところ。後手は、先手の棒銀からの端攻めを警戒して一筋の、端布を受けていない。一方で、先手は、相手の角が七三に来たので九筋の端布を受けた。一か六四銀四六銀七五歩同歩、同銀七六歩八四銀と機敏に棒銀に組み替える。 後手はすでに攻撃体制が整っているが、先手は桂馬を跳ねておらず、一九の強者が角筋から裂けるなど、攻撃体制に手数が多くかかり、出遅れている。第四から四図以下、攻め合いを目指して三七桂だと、以下九五歩同歩同銀同行同行九七歩。途中の九五同銀が攻めをつなげる有名な手筋。強者を残す方が、単行が続く。 九五同行だと一歩を持つ代わりに強者が中に浮き、後続の攻めがない。盤面の状況によっては、同行の場合もないわけではない。以下、持ち駒の駒を九筋に投入する、飛車を九筋に回す、角を六四に移動させる、などで九七の地点には、最大で四枚の駒が投入できるため、仮に九八銀と打っても受けきれず、九筋は突破される。このか。 第4から 6R 図の局面も昔から、ある定石型で、2011年の順位戦 C 級一組、先手、村中修士後手、牧野三則戦。先手が早くに37桂としているので、後手は14歩としているが、ここから先手が38銀と繰り出し、以下33銀に7銀1一玉に6銀に、2銀右15歩同歩同銀14歩に6。 銀九四歩に四歩同義二五桂つら五三角三五歩同歩一三歩同歩一三歩同歩四五歩同歩一三桂なり同桂三九歩と先手が棒銀に切り替えて猛攻する手段がある。図から三六歩二一四歩一二歩三六歩三四歩に五歩三三銀引き三五歩として先手が解消している。 棒銀側対棒銀側双方、その局面局面で駒組から人形等、その都度様々な駆け引きが生じる。第4から 7A 図は、後手対棒銀側の6四角の除きに、棒銀側4六角で対抗したもの。この場合では4六角と取ってしまって、攻撃を緩和する策もあるので、6五歩と角を追ってから2六銀と進める場合も、ある。また第からビット図のように七として、 一八比から二六銀一五歩を見る手段もある。この場合後手陣としては、角の利きを確保して一八比の時に三七、角なり同形二七銀三六銀なりなどの手段を狙うなどの対処法がある。第四から七シーズは、後手五三銀としたのは三五歩同歩同角を警戒したもの。第四から七シーズから第四から七ィーになると、 後手陣の角の危機がないので一八比が実現している。この先手棒銀側の狙いは二六銀一五歩、同歩同銀といった端突破のほか、二二銀と悪型にさせるなどがあるが、後手側からも七三角に構え一五歩同歩、同歩一三歩同校歩なりに同型で、同角なりなら二二金や、放置しておくと二五かつらに七5三七系に、八校成などの反撃筋もある。 ヤクラボーギ銀の第二の狙いは、弱体化を狙って相手守備陣の銀と、ボーギ銀側の銀交換や角の総交換がある。持ち駒に角銀を持つと、後手ヤグラ囲いであれば五二や四一に、角や銀を打って崩す手筋や三三の地点が開くと、二五桂から三三歩同桂一三桂なりなどの筋が生じる。ただし陣形によって、棒銀側も相手からの角銀を使った。 特に飛車に対しての反撃を受けるので、注意が必要。そして、棒銀の繰り出し方もいくつかあり、先手から見て1五銀と出る一筋から2四歩と行く、手段、3五歩として3筋の不交換から2四歩に行く、手段、一歩もって2四歩を同歩に5歩と次歩で迫る、手段や2四歩に同銀なら2五銀と進出する、手段などが考えられる。一筋から迫る棒銀は、 端の付き合いがない状態で、先手棒銀側が1五銀と出て2四歩からの交換を迫る差し方で、この時1四歩という反発なら2四歩とはせずに、棒銀側も2六銀と引いておけば、前述の端攻めが可能になる。また場合によっては2四歩と先に突き捨て、同歩や同銀に1五銀と出ていく手段もある。第四から八 R 図は、後手が4五歩と4六にいた角を追い払ってから9。 二人とズメ差しの構成を見せたので、先に四五桂ツ四四銀に四歩と仕掛けたもの。一家同歩に三歩同金一五銀に四銀が、その進行例。角交換までできれば、相手からの攻撃が緩和され、また相手の矢倉が弱体化する。三筋からは、相手玉が矢倉に入場していない際に三五歩と行く、ケースで、同歩同銀と進めた時三四歩に四歩の、 時三五歩と銀を取ることができないからで、また三五歩を放置すれば三四歩から、相手の金か銀を釣り上げて、陣形を崩すことも可能な局面で使用される。第四から八ビット図がそれで、同歩同銀と進めて、総交換を約束させ、敵陣を弱体化させられる。したがって、後手も同歩と取らずに七五歩などと攻め合いを目指すが、以下三四歩同銀三五銀同銀同角。 もしくは3五銀2四五銀6八角から2四歩、同歩に2歩同玉に3歩3一玉に4、銀3、4銀が進行例。この局面で3筋から進めるのは、玉が矢倉に入場していない状態で1五銀からの場合、相手が2二銀とする場合もあるからで、こうされた時は、棒銀側は2四歩,歩同歩同角と、角交換を迫る指し方もある。この時、 通常小手側は交換に応じるよりも3 3桂と桂馬を跳ねて防ぐことが多い。こうして棒銀はその攻め手順によって3筋の不交換が生じるケースもあるので、先手なら3五歩同歩同銀34歩に6、銀と収まれば、そこから37銀36銀と繰り返ることも可能ではある。しかしながら、通常の37銀型で35歩同歩。 同角から3六銀とする順に比べて手損であり、また相手方も素直には応じず、3五歩の瞬間に反撃する順も十分に考えられるので注意が必要。第4から8ディーズから第4から8ディーズは、田中虎彦が愛用していた飛車の小瓶を開けずに3、8から2、7から2、6と繰り出す、矢倉棒銀の一例。4から8ディーズでは後手が3五歩同歩同角と、 動いてきたもので、7四銀の理想型を目指す、この局面での上等手段。ただし、ここで棒銀側に一歩持たせるので、4から8イーズで、5手が2二銀として、攻撃をかわそうとしても、以下に4歩同歩に3歩同銀に4銀という、守りと攻めの銀交換が実現し、棒銀側の攻めが有効に働いてくることになる。振り飛車対策としての棒銀は、代表的な急戦策である。 直接の狙いは、振り飛車側の角頭であるが、実際には、多種多様な変化手順があり、先方としては高級である。振り飛車の対応により、銀はいずれ37に退却して36あるいは46に、立て直すことになるか、あるいは15銀とただ捨てし、飛車を成り込む、下等流の強襲も含んでいる。振り飛車対策には、飛車の持給戦策が前世紀にある、今でも、 棒銀がなお有力戦法であることには変わりない。島飛車においては、右銀を2六へ持って行き、3五歩と突く。後述の斜め棒銀と異なり、振り飛車の決戦の上等手段である4五歩が銀に当たらないのが特徴。一筋の付き合いがない場合は1五二四と活用する手筋もあり、また一筋の付き合いがある場合は一筋の突き捨てを絡めて攻める変化もある。 ただし変化の軸は三筋の角頭で、三五銀と自然に進出できたならば、一般に成功。四五歩の突き捨てからの角なりなど、非常に複雑な変化を伴った大型定石である。飛車は場合によって二から四筋に移動させる。第五から一図の局面がよく刺されており、ここから振り飛車側対策も四五歩、五一角、四二角、六五歩、二二角など、手段が手広い。 また、第5から2図のように振り飛車側から、角交換する場合もある。この時は、先手は、第5から3図のように進出した銀を3七銀、4六歩4六銀とする手順や、6六歩6七金3五歩で、以下3四歩同銀3五歩3七銀3、6銀と組み替えてに四歩同歩3七桂とする、指し方が多い。 振り飛車側の対策が非常に進んでいるが、加藤ひふみが現役時代に古軍奮闘し、日々定石を進化させ続けた。また、後手外では一手の差が大きく暴銀で戦うのは無理とされているが、加藤は四一金を保留したまま戦うなど、後手外でも暴銀で勝負を挑んでいる。その結果、加藤相手には普段拒否者等の騎士が島飛車で挑む場面もしばしば、 見られた。また、第5から4図のように右島尾車の構えから、9筋を、愛尾車の棒銀のように端攻めする指し方もある。こうした、攻撃方法は、地下鉄尾車が知られているが、地下鉄尾車よりも、陣形を組む手順がかからない。第5から4図以下は、同歩同銀同行、同行九三歩六六角八四銀九九高九5銀同行一一高九八人。 攻撃の不尽が続く。後手は94歩同行同行同飛91、こうとしても、93歩同行には同角なり同計98、後九92歩に95飛で94歩を狙う、と、矢倉の端攻めのような攻撃が可能。途中の98後は45歩から88つのうちの、反撃から99が空なりになる仕組み。向かい飛車の場合後に金型ならば3筋を狙う島飛車の、 場合と同様の進め方となる。一方、3に金型を取った場合、拒否者側が3七二銀、または桂馬を上げて対抗することがあるが、銀を持っていった場合にそのまま棒銀の形となる、こともある。通常は3七銀に6銀3五歩の攻めを、食らわないよう第6から1図のように3七銀の、瞬間に4五歩という手段や、第6から2図のように5四銀として、 玉刀銀を狙うことが多い。中飛車に対する暴銀策は、大山安春や大内信行などの得意戦法の、一つである角銀中飛車に対して試みられていた。この対中飛車暴銀も1983年のレポートでは7曲指されている。一例として、第7から1図から5一飛車3歩同歩に6銀4五歩など。 中飛車側は、第七から一図の時にも四五歩の反撃の手段があり、以下同歩八八角なり同行玉五五歩同歩、同飛四八飛の展開が常に予想されるので、先に四八飛としてから二六人と繰り出すのもある。ただしその主要な変化である、振飛車側が、袖飛車に転じての七筋からの逆襲に対し、銀が二筋に取り残される場合がある。 加藤ひふも中飛車に対しては、暴銀策は取らずに38飛35歩の袖飛車戦法を愛用し、大山らと死闘を繰り広げた。現在主流のご機嫌中飛車に対しては、暴銀よりも超速37銀のような早グリ銀が有力な対策と見られている。ありがとうございます。